ね、酔ってないよ。酔ってるわけがない。ね、いや今日はね、ちょっとね、あまりにも唐突ですけどもね、古代文明のね、お話をしようかなって思ってね、こうしてカメラをね、回しておりますね。古代文明といえばですね、皆さんご存知のあの四大文明がまず思い浮かぶかと思うんですけども、インダス、黄河、エジプト、メソポタミア、この4つですね。古代文明、古代の四大文明といえばそのやつですよ。ところがですね、この4つの文明のですね、源流になった、元になった文明というのはですね、その遥か以前にあったという話なんですね。その文明はですね、シュメール文明と呼ばれるものなんですけどね、非常に気持ち悪いんですね。シュメール文明、気持ち悪いな何がおかしいのか分かんないけど、笑っちゃうそうね、シュメール文明のね、何が気持ち悪いかって言いますとね、シュメール文明っていうのはですね、病院とか役所とか、あと学校とか、そういうものも、ね、ちゃんと存在しているようなかなり高い文明なんですけどね、普通そういったなかなかこう高い文明があったりするとですね、その文明が出来上がっていくまでの形成段階の遺物、その残されたものが発掘されるのが普通らしいんですけどね、そのシュメール文明にはですね、その文明の形成段階の遺物というのは全く出てこないんですよ。ある日突然高い文明が発生したような、そんな状態なんだそうです。気持ち悪いですね、シュメール文明、気持ち悪いぞ気持ち悪いわ。ところがですね、このシュメール文明、なんで突然そんな高い文明が、ね、発生したかというのはですね、諸説あるわけなんですけど、簡単ですよ。答えはね、もうね、一つしかないと僕は思ってます。これはね、宇宙人です。間違いありません。宇宙人がね古代の人にね、その高い知識をね授けたわけそうとしか考えられないでしょ。だってその形成段階のものが出てこないわけだから、宇宙人ですよ。ところがね、宇宙人といえばですね、皆さん真っ先に思い浮かぶのはあのグレー型と呼ばれる宇宙人だと思うんですけどね、ヤオイジン氏のね、木曜スペシャルあたりに出てたグレー型の、出てたっていうか再現映像ですよね。その時のね、グレー型宇宙人の鳴き声って言うのもいいんですけど、あの人たちピギャーとか言ってましたからね、もうお前ら、惑星間を移動できるレベルのUFO とか作っちゃうような高い科学力を持っててピギャーかよって感じがしますけども、でも間違いなくその宇宙人がですね、シュメール文明を発生させたんだと僕は思ってますね。世界にはね、いろいろ不思議なことがいっぱいですよ。オーパーツと呼ばれるものなんかもそうですね。一言で言うと、オーパーツっていうのは歴史学的に存在しえないものっていうんですかね、それが作られた時代はこの名ぐらい古いものだけど、その時代にこんなものを作れたはずがないみたいな、そういうものですよ。オーパーツも好きですねまあ大体はインチキなんですけどね、そのインチキっぷりもまた楽しいですね。でもね、やっぱり中には本当にどうやっても説明がつかないものっていうのがあるみたいですね。確かペルーの方だったと思うんですけど、とてつもなく巨大な球体、もう本当に綺麗な球体の巨大な石があるらしくてですね、そういう遺物とかはですね、やっぱり文化的価値も高いということで、結構博物館とかでに移動させられてね、移動してちゃんと保管したりするらしいんですけど、その巨石に関してはですね、今の科学でもなかなかこうちゃんと移動させられなくて、
もともとあった場所に未だに放置されてるみたいな、そういうのもあるそうなんですよ。しかもですね、その巨大な岩のですね、元になった、まあ、材料となるような石ですね、それはですね、その球体がこう置かれている場所、今も存在している場所とかなり離れた場所に行かないとその材料が手に入らないんだそうですよ。ね、じゃあ古代の人たちはね、一体どうやってその岩を移動させたのかとか、そもそも岩をね、完全な球体にするっていうのはすごい技術的に難しいことらしいんですけど、古代の人たちはどうやってそうやってね、完全なる球体を作り出したのかとかですね、それもね、1個や2個じゃないそうなんですよ。もう何百個とあるそうでね、宇宙人ですね、これね、完全にもう間違いなく宇宙人ですよ。もう宇宙人ですね。もう皆さんはどんな意見をお持ちですかね。宇宙人だとやっぱり考えますかね。まあ、やっぱり誰がどんなに考えても宇宙人説は動かせないですね、僕の中では。これ撮ったはいいけど、アップするのかな。なんか本当にまとまりのない話になってますけども、ね、今何分経ったんだこれ。今6分半ですか。喋りすぎだろっていうところですね。今日はこのぐらいにしておきますかね。今ね、これね、3杯目をね、飲み終わったところですよ。これからね、まだね、あと4杯ぐらい飲むのかな。大丈夫かな、明日も仕事だけども大丈夫かな。まあ本当にね、やばくなったらね、宇宙人に助けてもらいますわ。今日はこのぐらいにしておきますね。じゃあ。